お侍、そちらは酒井家の太刀では。詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。その太刀はまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。さあこちらへ。内常公の伝承でございます。古のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理内常公を召されり、内常神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、内常放つただ一矢、真の像を抜きたり悪鬼地に落ち、末路の息を内常公に吐きかける。ほどなく内常随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。内常公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども帝を哀れにおぼし召す。内常対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を討ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、内常公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。孔子が言っていた青い紫陽花、この近くだ。妙だ、あの岩、隙間が。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。
これが内常の墓。探すな、死ぬことになるだ。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。小島、花に覆われておる。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。するな、さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ、何を言いたい。意はないと思い、弓を追うでないぞ。青い花、この方向だ。弓はあそこだ。内常の長弓。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。
お侍、どうぞこちらへ。面白い話を知っておるようだな。幾百とせの昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり。さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど仇ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、あざも裏の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊どもを押し寄せるに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生のほど、八幡の鎧も消えうせっけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこは阿佐野の北にあり、紫の菊が咲き乱れ、忠頼公もよく参られたとか。猛虎を倒すためならば手段は問わぬ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。紫の菊だ。この花のことを奉仕が話しておったな。冠に続いておるはず。ここが冠、忠頼の鎧があるはず。こうだ、まだ新しい。中に何かあるようだ。忠頼の庵への地図。があるはず。猛虎だ。なぜここが分かった。地図、冠のものと似ているな。忠頼の庵。
誰の旗だろうか。長尾家の家紋だ。忠頼の一族、紫の冠と同じ子を焚いて間もない。時は経ち流れ静まる。忠頼は安き心もて弓引かば数多を射抜く。ここで何をしている。即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井仁、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。殺したくはない。諦めろ。忠頼様の墓どころ、忠頼様の墓どころを土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓どころを汚しおって。負けてなるものか。立ち泥棒がよく戦うな。何とぞお待ちを。我が名は楓、忠頼様の末裔です。侍はすべて殺されたと聞き、てっきり墓荒らしかと。賊ではないが、ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできればよいのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公は阿座浦を永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。阿座浦を見守る。村の裏にある山か。忠頼の紫、やつら奉仕を。仁、勇気を持って敵を見据え。虚に乗ずるは臆病の印。お許しを、叔父上。
三階様、よく来てくださった。忠頼の末裔に導かれた。何があった？忠頼公の嫡男が書いた巻物を蒙古が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れてこられました。鎧は奪われたか？いえ、酒井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。忠頼の石碑だ。忠頼の鎧、絵も言われぬ美しさだ。下がっておれ。蒙古は近づかせぬ。これなら数百の海賊も一人で倒せる。あなたにお話ししてよかった。さて、そろそろ出立いたします。頼んじゃないよ。これがまだね。持ってんの？逃げ足だ。タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍。酒井仁と申す。これはこれは。失礼しました。あっしは検事。信頼と安心の杜氏で酒売り。そんで島一番の山氏、
タカをアザモウラから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょ。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。足の酒が口にあったようで。もっとよこせってもううるさいのなんの。敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたなあ。本当にやるつもり。タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いてるやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。身を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってなに。ナースだ。ナース、ほれ酒だよ。酒か、ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。そろそろです。静かに。まさかうまくいくなんて。ああ、ひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っとります。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら捕虜が死ぬんだろう。分かってる。いやー、皆さん喉がカラッカラじゃないですか。この上、はい、ダースを飲んでくれ。見て、門のそば。
あれが一折の頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。タカのところに行くかも。おうぞ。どこげんそうか。ビーゲンシャッター。ザ・ノイントン。きっと、タカは無事だ。肝が小さいから。行くぞ。ノイント、ビーニングオリオフコイン。おい、どうした?鍛冶屋のタカという男、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。だが、お前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。先にタカを見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。テンネグンベン。テピスサムライ。やすんべ。よーちゅーしわだった。
エンデゴール頼む、休ませてくれ、タカだ。やめてくれ。姉さん、タカ、何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ、どうせ捕まる、逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ、力を借りたい。励んでみます。この近くに民家では、そこから出るぞ。辻で待っておるはずだ。あの検事が村から出られていたらね。馬だ、こっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。検事だよ。タカ、やったな。つけられたか。いいえ、でももううちには戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモ裏から少しでも離れよう。んっ、夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい、あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め、すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモ裏にはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。Thank you.